エ s l 研究大学構成校、グランテタブリスマン構成校。高等教育機関の教員や研究者を養成を目標とし、1学年は300人程度の少数精鋭校である。エコールポリテクニック、王立工芸院と並び、フランス革命時に創設された3校の一つである。種類としての高等師範学校は、パリ、サクレーリヨン、 レンヌにそれぞれ4校存在するが、単に高等師範学校といえば、パリごく緩む通りに所在する競技のパリ高等、師範学校を指す。以下、本記事では同校について記述する。なお、フランスでは、高等師範学校と師範学校の学生及び卒業生は、ノルマリアン、ノルマリエンヌと呼ばれる。フランス革命期の1794年10月3日に、 国民公会によって教員養成を目的として設立された。その後、1795年5月廃止されるものの、1808年3月17日にナポレオンによって再び設立されることとなり、1847年に現在の所在地であるパリ市内のゆるむ通りに移転。また、1985年には、 パリ近郊のセーブルの女子高等師範学校を九州合併した。2019年現在 PSL 研究大学の一校である。これまで世界大学ランキングにおいては組織が小規模であり不利となっていたがカルチェラタンにある他学校との統合により設立された PSL 研究大学は2018、2019年ザ世界大学ランキングでは 世界41位となった。1学年は300人程度であるが、ノーベル賞受賞者を14人、フィールズ賞受賞者を14人輩出している。正面入り口かっ内は、入学年。ありがとうございます。